が多く食べられた選手権よいしょということで、本日はですね、珍しい、もう今日挨拶なしです。挨拶させる暇なんてありませんよ。今日はですね、ちょっと珍しいね、メンバー構成になっております。今回は4人、そして GM が俺と KK ということで、珍しい珍しいコンビでやっていきたいと思います。怖いな怖いな、いろんな意味で。で、今回何やるかというと、10分で金額大食いやっていただきます。おお。みんな好きな店舗で買い出し行ってもらって、今から買い出し行ってもらうんですけど、買い出しの時間は30分以内、どこ行ってもいいです。一品は1500円を超えたらです。なるほど、はい、で同じものは1個しかないです。ただ1分過ぎるごとに合計金額からマイナス100円されています。食べた金額から。帰ってきたら1人ずつ10分間食べてもらって、最後に合計金額を順番で発表していただきます。なるほど、はい、ただの大食い早食いじゃないと。そう、頭も使って、そうですね、大食いの力もあって掛け合わせです。だから奥に勝てる可能性もあるってことだ。そうです。声ちっちゃい。タイガさんが特に。奥くんがね、間違って駄菓子とか行ったらね。行くか。駄菓子とか行っちゃダメですよ。行かないや。そんな行ったらダメだよ。すごい。こんなところからもう始まってるんだ。で、それも完食しないと金額には合計されません。なるほど。半分とかはなしで。はい。はい。飲み物はどうでしょう。飲み物はあるです。うわあ。あ、どうしよう。あれちょっと待って、これね、スゴジュがそうなんだよね。行かないのがよかったかもね。確かに、確かに。じゃあ今回はなんだー、いや、悲しいわ。じゃあもう食べ物だけで行きたいと思います。わかりました。もう30分スタートしたいと思います。もう、はい、じゃあ行きます。え、何が始まんの。スタート。行きたいぞー。やばいやばいやばい、行きます行きます。行こーい。よっしゃ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 、せーの、イエイイエイイエイ。おー、圧倒的に無駄な時間。倒しましょう、みんなで倒そう。じゃあ、いやいやいや、4人でもないから。さあ、それぞれ何を買ってくるのか、はい、楽しみにしてます。お取り扱い入ってきてください。はい、戻ってくると思ってますね、まだ。え、ボイコットされる、これ。ボイコットで、どうぞ。一回借金払いますよ。あ、なんか扉が、やばい、再開されてる。再開されてる。でもその時に渋谷も行けないマジで企画を壊すために。さあさあ、こっからがね、まあ本題ですよ。ということで30分間ね、トークで繋いでいきたいと思うんですけど。はい、よろしくお願いいたします。はい、いや、どうですか最近は。そうですね、最近はもう花粉がすごくて。いや、そうですね。はい、もう鼻も詰まって、もうなんか頭が痛くなっちゃってぼーっとしちゃうんですけど、どうですか。いい、おー、ピンポンだね。あ、これイタズラだ。イタズラか。シブパンのイタズラだ。イタズラか。シブパンの。シブパン。シブパンって何。シブパン。10分っていう制限時間、兄ちゃんがこの10分の音なんですよ。10分の音がね。10分の音が早食いのタイガなんで。確かにそうなんだよ。だから今回はオッくんとタイガが結構いい対決になるかなと思って。そうなんですよね。そこをちょっと見たかったので、渋谷とトモキはやっぱダークホース的な。そうっすね、トモくんが結構ダークホースだ。そうだね、なんか間違えてバカでかい、なんかこんなでかいの買っちゃったみたいな。バケツプリンみたいな。バケツプリンだと当てて。ちょっとなんかもう時間がなくて。でも食べればいいんでしょ。必ず食べますから。1位になりますから。食べますから。奥くんぶっ倒しますから。やっぱ1個も。もう見えな。見えな。トモくんはこうです。そうです。でもトモくんはそれでいいです。それで好感度上がっていきますから。渋谷はもう勝ちにこだわらない気がするんだよ。わかります、めっちゃわかる。普通に食べれないもん買ってきて。わかります、わかります。じゃあちょっと優勝予想しておこうか。俺たちの順位、しましょう。これちょっと皆さんも今ね予想してください。最後に発表されるんで、うん、1位がまあやっぱタイガか奥くん、どっちかなっていうかなと思いますね。でもこれね、波乱起きそうな気するんですよね。なるほど。あ、いいよ、大穴狙いでもいいよ。大穴狙いで、うん、1位奥くん、2位ともくん、3位タイガ、4位渋ジャパさん。俺これで、これオッズ高いっすよ。もうじゃあ俺も超大穴狙いでいこうかな。1位、はい、渋谷。逆にもうだから大穴一番ないと思って今日、渋ジャパさん大食いスイッチ入ってたら可能性ありますよ。1位渋谷、2位奥君、3位タイガ、4位トモキ。あー、ちょっと大穴狙いで。そうですね、これはね、かなりオッズ高い。じゃあちょっとね、戻ってくるのを待ちたいと思います。楽しみ、楽しみです。うでげ。じゃあということで残り20分になったんですけど、はい、誰が一番初めに帰ってくるかもね、このカメラで押さえてみたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと待ちましょう。はーい。
さあということで残り時半残り時半喋ってなかったから今待ってる間残り時間が10分切りました。そしてね今ピンポン鳴ったんで、はい、誰か上がってきますか。はい、1番組は誰なのか。おお、あら、さあ初めに帰ってきたのはタイガー。俺1番ですか。1番完全に最初のお店選びを間違えてきました。どこに行ったのかちょっと楽しみですけどね。それは後ほど。物価下がりました日本円安みんな帰ってきてないですね。まだ帰ってきてない。あの説明不足です。おー帰ってきた。さあ2番手渋谷ジャパンの帰ってきた。早いですね。やっぱこの2人早いですね。早いね。やっぱ2チーム早い。やっぱ残り6分で渋谷ジャパン無事帰宅です。もう1個狭められる可能性のあること言っていいですか。おお帰ってきた。おお同時帰宅ということで、セーフじゃない？残り時間5分残りでございます。全員セーフでーす。それでは早速位置についていただきましょう。よっしゃ、はい、はい、オルタナチャンネルということで全員戻ってきましたまずトップバッターはタイガ君から。はい、簡単に買ってきたものを説明お願いします。はい、私ですねファミリーマートコンビニに行きまして、おお高いシリーズ、うん、おお400円ぐらいのものを安くてコンビニらしくないな。そう言ってたもんね。おまけになりますよねとろろなんかジュルッと食えるんで、あ、食べやすさね、その年で、はい、こんだけと多分400、500円ぐらいいる。はい、いやマジ見てたっす。みんなのちょっとチラッと見て、はい、そういうことかって。まあでもね、これ食べる量も重要ですから。はい、兄ちゃんも段取りのタイガー、段取りのタイガー、普段通りのタイガーになってる気がしますね。タイガーさんがどう頭脳で奥に勝つかみたいなところ見どころだと。これ出しといてもいいんですか。はい、大丈夫です。お、ゆるい。で、温めてるもんね。温めるって、得のも OK なんだね。温めるのも超 OK、はい、ゆるい。もう1秒を削る戦いですからね。こっちが強い、強い、配置も考えて。それでは、巻いてもらっても10分間よーい、スタート。いただきます。はい、丁寧、素晴らしい。カレーから、もう量あるよ、それも。うまっ。うわ、でも早いよ。早いよ、でもまだ30秒経ってないで。うん、今30秒です。食べきれちゃう可能性もありますね。うん、おー、カレーが熱い。おー、早い、早い。早いんすよ、俺食うのだけは。うん、そうね、早いね。そう、早食いは強いから、うん、ここだけ切り抜くと、その髪色とかもあってガチフードファイターっぽい。ガチフードファイターっぽい。小林さんの最大だでっけえ半端だね。はははは、1回開けました。1回開けました、はけましたね。これハンバーグ最後の時点で食べきってないと金額には含まれませんからね。そう、全部食べないとダメです。さあ、ただいま1分20秒経過です。おー、でもすごい。いや、いけんじゃない10分で全部。行ったところでの可能性が。ははははは、すいません、言わないでよ。言っちゃダメだよ。1番手なんだから、そこで楽しいよ。なんで1番手なのかっていうね。挙手したんですから、1番手。珍しい。そうだね、最後が1番手、ね、切り込み隊長感ないですよね。聞いちゃって。確かに。でもマジでうまい。いやそうだよな、このシリーズマジ外れないですよ。でね、もう順番はもういくらでもね、いいんで合わせて食ったりとかね、一品一品片付けなくてもいいんで。確かに食べやすいところから徐々に合わせていってとか、だから蕎麦とかももう手つけていった方がいいもんね。いや薄っ、声薄っ。おい、いっと、すごい、すごい。次何いくんだろう。そう、3品クリアですね。残り6分30秒、意外とありますよ、まだ半分いってない。うわー、牛タンだ。あ、牛タンがいた。途中まで食べて、最後食べきれないっていうのはもったいないって思う。確かに確かに。あ、そしてお惣菜もいった。じゃあもうこの2つはもう食べきれ前提か。違う違う。待て、もしかしてテイスティングしてます。食べてそうか。ごめんと、そんな技あんだ。テイスティングしてるってことは何かを削ろうとしてる。確かに、全部完全制覇も目指してない。10分で、あ、それかい。あと何ですか。5分15秒です。食べなきゃいけないですね。現状のお腹何割ですか。9。うわー、残り1品か。これやばい、やばい。あれで9、あれ10分のタイガーって。この5分どうする。そんな食ってないよね。それ怖い。そんな食ってないですね。食ってない。みんな。いや、あの、いいっすか、はい、小話。はい、今朝10分の中に小話入れるの。今朝ですね、うん、早起きしたんですよ、なんか、はいはいはい、で、サウナ行ったんですよ、うん、帰りにスーパー行って、はい、安くなってたフルーツ買って、はいはい、食べてきたんですよ、はい
気持ちよくなっちゃった。いやいやいや、まだ4個あります。そのサイズの小話は4つできます。しかもね、カツ丼とか食ったなら分かるけど、フルーツだったら大丈夫そうですね。確かに確かに。いやあと1個は言ってほしいね。これな、視聴者さんびっくりしたから。あれ、あれ最近ですよ。最近小話なんだ。小話選んだわ。花粉が飛んでますか。花粉ね、最近すごいっていう。そのせいか、目が腫れぼったかって、俺花粉症ないんですよ。ないんですけど、なんかあれよく言うじゃないですか、花粉症でこう、ビーカーがあって、それ溜まってきたら花粉症発生するみたいな。もうだいぶ8割9割溜まってきたんじゃないかなと思って。炎症がね。そうだな。で、俺は、タイガーさんパターンで、そのビーカー超えちゃったんですよ、最近。あ、超えたんだ。食べろー食べろー。残り2分30秒何頑張れ。何かしていけるんじゃない。また外されるな、これ次回。外しじゃ試しでね、KK と入れ替えで。今日はね、さっき下向いてた時話したんだよ、来たからね。はい、そうですよ。今回はやっぱ、その頭脳戦もあるから、これもしかして1位タイガーいけるかもって話したんだよ。でさ、あとね、小話3つ目、はい、あの、手ぶらで行っちゃって、携帯しか持ってなかったんですよ。はい、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 のがやっぱ単価高いかなと思ったけど、朝食落語。朝食落語、朝食ゆうちゃんってなんだこれ。 ID はコンビニしかないんだ。落ちた今。落ちてないな。落ちてないっすよね。落語こそばせて本物にこそばせて。 ID はいけるけどクックペイはいけないなんてとこもあるよっつってね。そんなとこでお店入ったとこに本物あるから。本物あるから。さあ残り1分。これ1000円いく。さあ残り20秒いきました。さあさあ最後、これ飲み込むまでですか。口に含めたら OK です。ああそっちの方が優しいんですけど、口に含むまでの方が優しいのに。ああじゃないよ。54吐くなよ。吐くな。がっかりの人。あとか関係ないじゃないですか。だってということでタイガー1番手3つ完食という結果でした。続いて僕、はい、じゃあトモキ、はい、行きましょう。ということで2番手トモキ、はい、じゃあまあ僕はですね、量り売りが単価高いんじゃないかっていう、こういうイメージだったんだ。なるほどね。なのでデパ地下に行きました。なるほどね。確かにデパ地下は単価高いイメージある。イメージありますよね。うん。これタイガさんよりは上行きたいな。まあ、ただ金額がみんな分かってないから、はい、これがいくらになるのかっていうのはちょっと最後になるのか分かんないですね。あとノルマ小話3ですよね。いや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 、ないです。小話10分のうち10分のうち3入れないといけないんじゃないかな。何が金額多い人が勝ち。いきますよ。はい、それではトモキ10分間よーいスタート。いただきます。まずこの軽そうなやつから。こうみっちり入ってるね。それ八宝菜みたいなやつ。何グラム？これ値段で言って買ったんですよ。あ、何円分くださいと。なるほど。ちなみに何円ぐらいですか？600円。あー、いいね。意外と1000円ぐらいですか。これで1000円いったらすごいですね。意外とするんですよね。言わない方がいいか。言わない、最後にしようか。あー、最後に買えるもんだけ普段。そんなことない。買えるもんだけ。ちょっと量多いよこれ。あー、確かに意外とパッと見より多いっすねこれ。多い。さあ、1分経過。続いてエビマヨに手つきました。エビマヨだけどなんかかなりカロリー高そうな。いや、そうですね。そうですね。ずしっときそうですね。ねっちょり感があるやつだ。いや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 、ちょっと待ってよこの企画。ご飯でよかったの。持たんのかみんな。なんか確かにみんな持たない可能性ありますね。うん、タイガーさんがテイスティングする意味分かった。分かったでしょ。分かった。飽きちゃうのかな。うん、いや確かに。一回食べてみると。こんな中詰まります。こんなに。まさかゼロ品あるのか。あるぞ。それ無理だよ。詰め合わせばこれ無理や。今何分？ただいま3分経過。嘘だろ。もう3分の1。これを笑ったのを後悔するよ。笑った分だけ笑われるよ。深いな。名言出ました。深いな。でもお腹は全然大丈夫です。何がきついんじゃ。お腹です。強すぎる。最短で矛盾してるじゃん。ともくん、いくら分っていうチョイスが良くなかったんかもね。いや、もう負け確定みたいな。負け確定ってるから。そんな解説いないですよ。私が
あ、いったいったなんかあの取り巻きだった人がもうジームポーズになってる。いやほら取り巻きだったのにさ、なんかこうジームポーズになったやっぱ。やっぱね、なんかグラムでこうチョイスした方が良かったからさ。なんかね、や現場知らんのに。もういったわ。さあ二品。でもこっから全部で。こっから全部で。さあどれを片付けに来るか。さあどうすんのこれ。確かにこれ、ああそっちか。そっち。ちょっと一回味変。味変味変味変。さあ、残り5分。はぁ、ペンするほど食ってないで。一口しか食べてないのに。もうその味のものや、それは。食べてる量で言ったら、そんな大変変わんない。生活より少ないかもしれない。全然違います。トモくん、ちょっと俺より上みたいな顔ずっとしてる。はい、年から内藤兄弟、おにぎり兄弟で戦うこと多いじゃない。だから、食べる動画よく出てるんで、俺より食べれるみたいな面してるんですよ。ちょっと初回のおにぎり企画でね、上下関係がはっきり認識しちゃったんでしょうね。引きずってサブちゃんでいいんで、もうタイマー張らせてください。確かに勝ったやろ。タイマー企画に来られてやろ。取れ高がないのは分かってると。だからサブちゃんでいいんだ。この関係だけではっきり出してて、そんな白黒いいですよ。曖昧な人いましょうよ。今度コメント欄でこういうのだったら小食王決定戦もやりますか。あ、逆トーナメント。逆トーナメントで、あと3分です。中華ってやっぱりちゃんと油使ってるから。ああそう、油か。そう、重いですよ、全部油だって。そうね、エビマヨだって揚げ物ですからね。確かに。3品目の壁ありますわ。早っ。さあ残り1分30秒。やばっ。これえ、そういうもんなんだ。見た方はね、なんかもっといけそうって思っちゃうけど。これやばい。どのスポーツでも言うんすよそれ。何でもね、何でもそう。 YouTube だってね。そう、何でもだけど大変なんですよ。やったら大変なんだよ。10年続けてみてください。10年大食いやってるみたいな言い方やめてください。さあ、1分と切りました。おお、トモくんいけるか。あ、いけるかも。3品目。うわ、目が変わってた。遠くを見てるな。うわ、しかも、たけさん、ギリギリでもないのよくないですよね。時間。終わりました。やっぱ、小話。30秒の小話。30秒したくない。大丈夫。小原しかニラか。もうカッチできないんだよ。どっちだ、小原しかニラか、どっちだ。最近小原しだ。さっきこれ買いに行ったんですよ。で、受付の人がおばあちゃんで、後半俺のこと好きになってました。終了でございます。ニラの方が良かったかも。ニラ行った方が良かったか。タイガさんの腕を感じました。すみませんでした。ということで、ともぎ10分間の3品完食。お疲れ様です。どうだった、やってみて。全然入ってかない。やってみれば分かります。なるほど。もしかしたら食べきれないの。可能性あるかもしれない。やばい、やかましいわ。まだいけたんだけど、食べてないのよ。時間足りなかったんだけど。やかましいわ。じゃあ、続いて誰いきますか。じゃあ、次俺行こうかな。はい、渋谷ジャパン3番手お願いします。はい。ただなんか、あっためが OK だったじゃん。はい。焼くのあったの。生もの買って、生もの買って。まあ焼くのはさすがに10分以内でやんなきゃダメかなと思ったら、なんか焼くのも事前に焼いといて OK。 いやそれ逆に10分でよく焼いて食べれると思ったね。焼きながらね、どうかなと思って。めちゃめちゃ忙しい。それはいいんだね、焼いちゃって。いいっすよ、事前に。はい、おお。そのルール聞いてなかったから。ドリンクはダメなしです。飲むヨーグルトはどっちですか。それはちょっと考えてみます。ちょっと時間もらって。ガッカリはちょっとルールってないじゃん。じゃあということで、終盤役員お願いします。さあ、自信しかないです。うわぁ、マジで。ということで、3番で渋谷ジャパン。これはガチですね。もう贅沢品ばったりです。どこで買い出しを。スーパーで。ああ、なるほどね。全部スーパーで。でやっぱ高いものは肉と魚の高級なやつということで、でプラスこれ、さっきみんななんか言ってたよね。ゴディバ、ゴディバはきつそう。うん、だってそう、ここのケースいっぱいにね、チョコレートがあったらさすがに食べれない。それがみんな多分うわってなる。どんなものが見てもそうなるんです。どんなもの準備しといて。ステーキ焼くとかです。いいな、なんかね、これありなんだね。すごいな、さすがでも。こうなんか最初
温め OK ですよねってタイガーが聞いて、はい、ああ温め OK ですってなって自分が、はい、でその後じゃあ焼きはみたいになって焼きも OK になったのよ。はい、ちょっとなんか覆せるかもしれない。そのああ何回読めばそう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 論理構造を踏んでいけば最後事前の食べは OK ですかみたいな。OK です。あくれあっす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 じゃあそれでは締めの方でよろしいでしょうか。はい、それではいきます。シビアジャパン、よーいスタート。いただきます。わー、まず食いたいステーキから。うわー、うまそう。焼きたてのステーキ。はい、柔らかっ。うわー、ちょっと待って、タレ、それは買ってきたやつ。買ってきたやつじゃないです。ダメです。そうなんです。厳しい。ダメです。ダメなの。醤油は、醤油は、醤油はいいね。醤油はいいね。あー、これは。あー、オッケーオッケー。オッケーだった。なんか穴をついてくるわね、これはね。穴がね、広がってくるんですよ、なんか。広がってくっていう。しかもタレ使わないっていうわけわかんない。何のためだって広げるだけ広げてね。おお、完食。ステーキは1000円ぐらいするかもしれないよね。このホタテとか3つしかないですよ。これ600円ぐらいするんじゃない。え、これ600円したらやっぱり意外とするよ、生のね。でもこんなの秒だもんね。秒ですよ。これはいいの見つけたね。おお、もう2品目完食。はい、そしてまだ1分30秒しか経ってないです。うなぎも高いですからね。うなぎは高いね。デパ地下よりもスーパーの方が品数多いから意外といいもの見つけるんだよ。高いものは高いし、そう、価格帯が上がるし。うん、4品目いくら。2個ある。唐揚げ分も味違いは OK。 うん、そうそう。うわ、早っ。さあ、ということで残り7分。まだ7分。いやいや、佐々木圭介さん7分。ちょっと海鮮だけだと飽きるんで、ちょっと肉も買ってます。ああ、両方買ってきてたね。米欲しい。あ、でも粒で言ったらいくらがあります。粒で言ったら、粒で言ったら米のことを形で捉えてる。金額外の米はありなんですか、ちなみに。絶対ダメです。ワンチャンありそうだけどな。絶対ダメです。水はどうですか。水はありです。水はありです。水はありです。コーラとかでもありですか、冷蔵庫にあったら。コーラはありか、ありか、ありか。おでん缶とかが冷蔵庫にあったら。ああ、だからそれ聞いてみないと分かんないけど。でも、おでん缶、おでん缶ジラってなってるよね。ああ、まあありじゃん。米どうすか。まあいいじゃん。クリアー。なんかこのゲーム。さあ、ここでちょっとゴディバーいきますよ。デザートが挟んで、よいしょ。あら、3つしか入ってない。3粒です。これはすごいね。これちなみにいくらぐらいだと思いますか。いや、渋谷さん、みんなやってる。なんで一番こうや。みんながこんなのやるの、ここがタートルトークぐらい。こんだけやるの頼みますよ、ちょっと。タートルトーク、タートルトークおもろいな。完成しなきゃいいですよ。もういい。さあ、残りちょうど5分。いくらだと思いますか。これは1粒あたりぐらい。するでしょ。で、ど粒100円でも高いですよ。100円でも全然高いです。高いチョコですよ。じゃあ500円。500円とかね。これ言いたいな、金額。言ってたんじゃん。それだけでも教えてください。いや、最後にちょっと発表してもらえますか。なるほど。うわ、でもコンビニの商品って大体わかるじゃないですか。まあこれ、まあファミチキだと200円ぐらいかな。確かに確かに。1個2個ぐらい売ってもいいじゃないですか。確かに、すぐ教えて。交渉した。交渉した。うまいな。すぐ教えて、これは。マジでみんなこうなると思う、これの金額聞いたら。え、言っていい、これ。はい、いいよ。これで1000円です。うわー、これはガチ。これは攻略してるわ。ゴディバーやっぱ高い、一番高いやつ。うわ、俺と1000円稼いだってこと。これちょっとトップの可能性あるぞ。あと何分だ。あと3分40秒。うわ、まだ女の子。え、さっきこの光景見たの。いくら2パックで
結構きついよ。生臭さ。お肉と一緒に食べたいんじゃないですか。あ、なるほど。なんかたまにあるんですよね。ある。確かに。肉寿司とか。肉寿司。天才じゃん。さっき経験も言ってたよな。言いました。いくら丼にしたらいいですか。そう、なんか入り口が全然違う。米として扱えばいいじゃんみたいな。どうすか。うん、マイルドになる。なんて言いました。ライオンタイムって言ってた。ライオンタイム。ライオンタイムって言ってた。さあ残り2分。全部いけるか。全部いける。ワンチャン。これ残り1分2分になった時の判断力、これ大事ですよ。そうだね。最後どれをいくのかっていう。はい、さあ何を捨てて何を食べるのか。すべてを捨てて小話の方。その可能性まで。あるな。無理だってなってね。そっから。さあ残り1分でございます。口に含んでるところまでオッケーです。いやすごいな。これちょっと金額えぐいな。結構やばそう。全部この前。食べた方がいい。小話。ここまで来て。1枚残して。小話。残り40秒。油を取るね。いい肉ほど油がありますから。残り30秒。いた肉クリア肉クリア。さあそしてサーモンいくのか。待って、これいくのか。これいかれたらきついって。残り20秒。これいかれたらきつい。逃げる。1200目はクリアです。さあ、いけそうだね。これはやっ強いぞ。さあ残りもういったマグロはこの前やろ。よっしゃ、すごい完璧。全部やりきった。ここで終了です。はい、ということで完食が8品。うお、これはやばい。さすがにやばい。最後、奥くんがどうなるのか任せてください。最後まで見てね。ということで、最後は奥くん。よっしゃー、お腹減った。なんか結構彩り豊かなものが並んでますけど、やっぱ高いものって赤いんじゃないかと思って、今回は赤いものを中心に赤いものっていうので買ってきました。色で判断してみました。海鮮でいうと寿司、はい、ローストビーフ2種類、1個トモ三角、トモ三角高いところです。でこれがケーキということで。ケーキね。でバッチから揃いました。あとちなみにあの全部ハッピーバースデーをつけてもらってプラス料金かかってます。金積み？ハッピーバースデー。ゲームチェック入る。ゲームチェック入る。どうしようか。やるやんすか。どうします？これ。ハッピーバースデー。今日誕生日の人って言いましたっけ？でも誰か視聴者さんの誕生日か。そっか。じゃあいいか。いいか。何の時間？ただケーキを宙に浮かした時間やめてください。おめでとうございます。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。よーい、スタート。いただきます。じゃあまあ寿司か。まあこれ10分でいけそうだよな。あー全部でいけよ。じゃあちょっと寿司ロッカー爆速で食べちゃいますね。いただきます。さあどうだ。うまっ。八の寿司って結構うまいもんか。うまいっすよね。はいっすね。いやー、いやもっと味あるよ。カツオかな。マグロですね。マグロです。え、イエローカード出るよ。めちゃくちゃだと思ってた。あんま審判に出ない。イエローカード、あんま審判に出ない。はい、早い。早い。早い。さあ、残り1分。残り1分。残り1分。残り1分、頑張れ。さすがに今のやつ、今のやつ、VR ちょっと。さすがに今のは。残り1分。ケーキ、ケーキは一つ一つだよね、これ。うん。なるほど。いやー、食べ方すごい。フグの食べ方。うまっ。完食で残り8分。まだまだ余裕です。うわ、一品1分。さあこれマグロ尽くしです。うわ、うまそう。しまそう。ケーキよりマグロ見つくるかどうかっすよね、奥くん。本当だ。大トロが入ってないっすか。大トロありますもんね。ちょっとメンタル攻撃やめてもらっていいですか。最高記録が勝った。うまっ。うわ、マジでうまそう。だって考えたゼロポイント。さあ残り6分になりました。お、はい、寿司も完食。3つ完食。見てて気持ちいいわ。どんどんなくなっていくのが。確かにダイソンみたいなもんな。あ、掃除機のダイソン。わかるわ。分かった上でです。分かるわ。分かった上でです。みんな分かってなくて笑えてないのかな。分かった上でそんなハマってない。出しますよ。出しますよ。出しますよ。ダイソン。吸引力変わんないわ。めちゃくちゃずーっと吸っちゃってる。シミュレーションですよそれは。さあローストビーフ2つ目。どう、さっきの。うまっ。うまい。さっきうまい。これがトモ三角。
さっきなんか味がしっかりしてます。さっきのは柔らかくて美味しかったけど、こっちの方が柔らかくて美味しいです。どっちも柔らかい。今なんて無視されたの？しっかり耳に入った上で無視されてましたね。これとも三角って聞いたもんね。もう一回聞いてるよ。それ今食べてるのがトモ三角です。なんか周りになんかペッパーもついてて、すごい味がしっかりしてます。映り良くないよ、今。良くないと思った。フェアプレイはちょっとね、ないよね。はい、はい、おお、でもあともうケーキ3つだけ。さあ、残りが4分30秒。おお、じゃあまずこの端っこのピスタチオ、ピスタチオとイチゴのやつで、下この紅茶のシフォンケーキみたいな。あ、うまそう。すごい。あ、お誕生日おめでとう。これ味わいたいな。それがトモ三角。うまいものは全部トモ三角だったよ。嬉しそう、嬉しそう。珍しいシンクった笑いの取り方して。俺が言いたかったぐらいです。確かに、確かに、確かに、確かに。でも気分嫌いだったね。トモ君が言うべきだったね。トモ君、いやトモ君からはさ、電話と思って。そんな。これトモ君、これトモ三角出ないなと思って。だったら俺がいただきます。だから悔しいんだよ。だから悔しいんだよ。一回気づいた。厳しいか。ああ、着々と時間は過ぎてますよ。残り1分30秒。さあ、いけるのか。強えよ、くん。さあ、2個目はいけそう。そう、3個目。さあ、小話が出るか。3個目いくのか。さあ、残り30秒。30秒。30秒。飲み込んでかけるべきか。さあ、食べた。さあ、どっちだ。3つ目いけるか。さあ。この間あのお笑いライブ、お笑いライブの会計を数えてて、どうしても1万円あたり1000円足りなくなっちゃったんですよ。なんでかなと思ったら、あの1000円札10枚と終了。10分経ちました。落ちずということで、オッケー食べたのは合計6品。6品完食。すごいわ。うわ、これはいい勝負かもしれない。いい勝負ですね。ちょっと分かんないよまだ。はい、じゃあそれでは集計して発表したいと思います。はい、提案でいい。結果発表。喉がイガイガしてるハマちゃんみたいな。ギリ寄せれてないぐらいの感じです。さあ、それではまず第4位から。まあ俺らはね、ああいや、ここが出るわけね。寝ててもいいからね。ほう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 。いやー、なるほどね。おー、意外な結果になったんじゃないですか。意外ってことはどっちかってことです。足元使われるよ。真ん中に大きな線が引いてる。言っちゃうのそれ。それでは第4位、金額1304円。えタイガー。クソがやれることはやりました。いやいや、どこかで一品で1500円使えるっていう約束だったんですよ。やれることはやりきったんで、今回に関しては、まあ相手の方が上だったということで、いやいやいや、認めて吉田麻也選手。第3位、2280円、トモキ。すごい。2000円超え。だからもう全然違います、大方。醜いやつ。まあ、お遊び屋さんの2人までです。1位と2位の発表、まず金額から来てるんです。はい。第2位、6075円。すごい。すごい。すごい。そして第1位が6491円。おお。それでは1位の方を発表したいと思います。1位の6491円の方は、惜しいですね。めちゃくちゃ、あのマグロ代じゃないですか。あ、そう、俺多分それぐらい買って6400円ぐらい。うわ、マグロ食べきったらちょうど一緒ぐらいだ。そっか。うわー、シムジャパさん合計買ってるのが6473円。うわ、これ食べてたら負けてます。もう食べてない、食べてない。言っちゃダメ。あんま行かない今までだったな。僕があのハッピーバースデーのやつやってなかったら、もしかしたら負けてたかもしれない。ああ、そうかそうかね。わぁ、ほんと僅差だわ。言ったらマグロにハッピーバースデーつけた。どうしよう、まだ変わってたかもしれない。いや、ほんと第1回目だね。確かに第2回目だったらちょっと作戦とかね、要領分かった。うん、分かるかもしれないね。ルールブックの方も
かりしっかりもう今日でもう学んだんでね。どん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 良くなっていや良くなってます。この日良くなってます。